どうも、PO25 です。というところで、アスレチックスのフランチャイズやっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。現状、アスレチックス2勝4敗、地区4位というところで、どうしたんだ、アストロズという風になっておりますが、まあ、そんな我々も言っても2勝ですから、ね、開幕戦に私が操作して1勝しまして、でまあ、その後、オートで何試合か飛ばしたんですけれども、一つ前のクリーブランド戦、実は勝ちまして、うん、これで2勝目という風になっております。はい。というところで、本日も勝っていきたいかなと。まだまだね、こう諦めるようなゲーム差ではないので、ちょっとここから快進撃を見せたいなという思っているんですが、まあ、そんな最中ですね、実はちょっと怪我人が出まして、ジェイス・ピーターソンが骨折をしましたジェイス・ピーターソンね、なかなかこの離脱は大きいんじゃないかなというふうに思ってるんですけれどもまあ、ジェイス・ピーターソンがいなくなってしまったんですが、本日はやっていこうかなというふうに思っております。相手先発は、相手ですね。相手はレイズというところで、ね、うちの先発は、メイソン・ミラー、相手先発タイラー・グラスノーというところで、まあ、お金がない球団同士ですが、ちょっと強い弱いが、まあ、はっきりしているかなというふうには思っていますが、相手戦に開幕6連勝ですからね、ちょっとここはね、しっかりと、ドロー一つつけていきたいなというふうに思っております。というところで、本日メイソン・ミラー頑張ってください。彼はプロスペクトらしくてですね、現実の方でもデビュー済みというところになっておりますが、私たちの方では開幕ローテーションに入れています。じゃあメイソン・ミラーよろしく。じゃあオーダーですね。相手グラスの今日右なんですけれども、どうしようかな。まあライアン・野田が最近使ってていい感じなので、ちょっとライアン・野田を使いたいんですけど、ライアン野田使うとなるとね、誰を下げればいいんだろう。ブラウンもね、言ったって貴重なね、こう長打ソースですから、なかなか外しづらいんですよね。ルッカーサードいけないよね。どうしようかな。ライアン野田がファーストライトな、ファーストと外野なんだけど、ケイペル、でもケイペル今日右なんでね、使いたい気もするんですよね。コンタクトが66あるので。ラウリアの下げるってのもな、違うよね。ケイペル下げるか。どっちが外野いいんだろう。まあ、ルッカー、ライアン野田の方がまだ外野いいのかな。でも本職じゃないからね。ちょっとルッカーレフトやる。で、現実同様この1、2、3番にして、ブラウン、どうしようかな。キャッチャーを、あ、で、そう、ジェイス・ピーターソンの代わりとしてタイラー・ウェイドを上げてきました。カルロス・ペレス、今日キャッチャー行こうかな。まあ、ランゲリアス、バッティング頑張ってるんですけど、今日はペレスで行きましょう。ショート、アレン。まあ、アレンもなかなか頑張ってますね。スミス、ラウレアーノ。まあ、ケンプ使うかどうかなんだけど。ケンプ使う？スミスの代わりにケンプ使う？で、サード、ディアスにして、セカンド、ケンプにしますか？で、まあ、これかな。そうすると、ブレデイが使いたいんだけどね、ブレデイの場所もねえんだよな。ラウレアーノの代わりになってくるんでしょうけど、ラウレアーノ外すのはなかなか勇気いりますからね。とりあえず今日はこれでいきましょう。さあ、相手はすでに6勝0敗。ワンダーフランコから、アロザレナ・ディアスと、フランコとディアスの打順って本来逆ですよね、多分ね。ローがいて、ローがいてハロルド・ラミレスなんですね。今日メイソン・ミラー右だった気がするんだけど、ラミレスなんだ。パライです。ルーク・レイリー、さあ行きますか。相手は強力レイズです。いやー、なんかね、トロピカーナフィールドっていうのもね、すごいなんか異質な感じのする舞台ではありますからね照明がなんか普段と違うんだってね。だからアダーメスといい、アダーメスもそうだし、ネルソン・クルーズとかもなんか本拠地ちょっと苦手だったっていう話をどっかで聞きましたけどね。だから頑張っていきましょう。ここレイズに勝ったら勢いつくよ。行こうぜ、頑張ってみんなで。さあ、というところで相手先発はグラスノーでございます。まあ、1勝0敗 4.05 ですね。まあ、エースはでもグラスノーではないもんね。マクラナハンですね。右のエースですか、復活を目指すエースでございますね。さあ、今日もじゃあゲットオンベースの精神でフォアボールを選びまくりでいきましょうよし、ナイバッチ、いいね。ライト誰だ、
ライト誰だ。ライトが誰だから誰か分かんなかったからちょっと三塁狙いなの。ただナイスバッチ、さすがですか。いい流し打ちでしたね。アロザレナライトやらないもんですね。さあ、そしてセス・ブラウン。ああ高め98枚の完璧だね。あ、こういう時ベテラン頼むわ。アレドムスピアス勇士見た。さあ、ツーアウト満塁だこのチャンスものにしたいね。出花くじきたいね。さあ、ケンプにはぜひともね、マイアミ時代のミゲル・ロハスくらいのね、こう活躍というか、そういう役回りを頑張ってほしいなと思ってて、こうチームのために何でもしますよみたいな。そう、俺がチームのために、自分がトレードされるのがチームのためになるんだったら俺はトレードされるみたいな、ね、そういうスタンス持ってほしいなと思いますね。もちろん3割ぐらいでレギュラーに定着するのも全然いいですよ、ね、ああただ同様ね、やっぱエンゼルス戦同様チャンスは作りました。さあ、メイソン・ミラー頼むわ。すごかったんですよね、初登板あれよあれよと、なんかフォアボールだったり打たれたりしまくっちゃって、すごい猛烈になってるんですよ。ああちょっと送球見せたな。おーでもよく取った、よく取った。たまにあるあのセーフのやつですね。危なかったこれアウト取れると取れないじゃだいぶ違うからね。ナイスディアス。あー歩かしちゃった。うん、ただ歩かしちゃったな。ドシュロいいね。あれこれはファーストが何だったの。そもそもこれファースト踏んであったのね。じゃあ待ちゃよかったんだ。チクショチクショミスターファースト先に踏んでたからタッチプレーだわ。でもそれまでですし、よし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 、これが一番嬉しいね。オッケー、進めないレフトフライよ。ケンプ、よし取った。いいね、よしケンプナイスプレー。今日ケンプももらってよかったかもしれないよこれね。普段セカンドはディガスですけどね。よかったケンプで。あーシフトだ。これはいいとこ守ってな。ブラウンでしても今年は30本目指してほしいんですけど。いくらまだね、こう、あーやばい、ラウレアーノの守らせている。おうまいちょっと諦めてクッションにしようかなと思ったんだけど取ったうまっえどういうプレーさっき。うえすごいねこれねこんなプレーする、さすがラウレアーノ。これ今日のサムネかないいね、これ取れたらすごい大きいね。マジで、うん、ちょっと今日ハーフ厳しいな。しかもチェック取ってくんないわ普通に主審がスイング取っちゃうわ。よーいいね、よっしゃいいチェンジアップ。すごいねなんか美しいチェンジアップよ。コースも緩急も美しいね。すごい、よしいいね。僕の中でもブランドン・ロー、ジョシュ・ロー、ネイト・ローがレイズにいたって考えると怖いねレイズのよかったよネイト・ロートレードに出しててネイト・ローでトレードだったっけ、なんか何かで移籍だったんだっけ。まあもう100球近いですからね。グラスマンも怪我明けだからね、そんなに無理はさせないでしょうし、そういうところでは相手エースを追い込んではいるんだねただどうだ多分グラスノー的には俺ピッチング厳しいなとは思ってないと思うぞただ単純に球数は食ってるけど全然悪いとは思ってないだろうな。おいいんじゃない、ああダメか、ルカよし OK、 いいねいいなメイソンミラーすごいな
よし、ここはライアンのだ。しっかりと3ついけんじゃない、ライアンのだ。無理か、止まっか。よしよし、オッケーオッケー、いいよ、ライアンのだ。素晴らしいよ。ここで変わるね。さあ、グラスノがここでチェンジ。おそらく先ほど準備していたライアン・トンプソンだとは思われますが、ここはトンプソンが行きましたね。 8.31 打てんじゃないこれ。さあ、ちょっといきなりうちがなんかレイズを攻め立てている感じがしますが、ああ、対戦したことあんまないよ、ライアン・トップソン、多分。やだな。一瞬で分かった。やだやった。やだ、やだわ。シンバーといい、シンバーが苦手なんだからもう無理でしょ、こんなん。これ取ったらさ、タッチアップいこうぜ。ゴー。よし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 。結局、ルッカーはいい仕事ですね。これは素晴らしい仕事よ。すごい仕事しちゃった。いいね、取るんだね。セス・ブラウンだぞ、ここで外野フライは簡単に打てちゃうよ、セス・ブラウンだったら。よし、いやー、よし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 、抜けてほしかったけど、これで1点だ。いい1点取り方だな。すごいいい1点の取り方。ロイズ、オッケーオッケーオッケー。外野のセンター守備はもらって足が速いもん、まず、はい、よしよし、いいねすごいな、メイソン・ミラー。よしよしいいぞ。あんま言いたくねえんだよな。ハロルドからちょっと実は速いので、やばいやばいぞ、アレン、あチャレンジチャレンジチャレンジいけない、チャレンジいけるよね。よし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 チャレンジチャレンジチャレンジしとけ。よしよしよしチャレンジチャレンジ。これがもうどっちにしてもあれだってね。そう、あの仮にこのまま判定通りだったらピッチャー変えよう。うん、一応なんだっけな、あ、セーフだな。あ、ちょっとアレンで後ろ下がっちゃったんだよな。アレンで後ろ下がっちゃったんだよな。そうだね。お疲れ様。よーし。今日すごいピッチングしましたからね。7回3分の1。7回3分の1を。ノーヒッターですから、あのレイズ打線を。よく投げた、よく投げた。さあ、新しく上がってきました、ザック・ジャクソンです。昨シーズン54試合でね、セットアッパー級の活躍してたんですけど、なぜか開幕メジャーじゃなかった。なんか枠がねえなと思って、私もメジャーいなか入れなかったんですけど、満を持してちょっと、トレバー・メイを DFA して上げてきました。あー、やばい、フリーボールから始まってるの気づかなかったな。アスリオン全開じゃないとか言うとじゃない、シリ、そうだ、シリ出てねえじゃん、やば、シリが出ないんだ。よーし、ここの三振はでかいよ。ゲッツ、よー、素晴らしい、いいよ。これでかいね。いや、うちのゲッツーを打たせる力よ。謎の力が働いてんだよな。でもよくゲッツー取ったな、ここ、まあ、ベタンコートも足がね68ですから遅くはないんですけど、素晴らしい。わー、吠えてるジャクソン。よーし、ゲットオンベース、ゲットオンベース。よーし。いいんじゃない？ブラウン？取った、取った、ちょっと待って、バック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 、おいおい、取るんだ、それ、すごい。ちょっと足りなかった？いや、もう頭こっち満々で走らせたのに、投球もちょっと取れたのにね。余裕でアウトだった。一応ルッカーも頭から来てるけど、
お、どうだ、うまいね。あー、すごい。これはちょっと死力を尽くした4月の頭で死力を尽くしたすごいプレーだよこれね。行きましょう、藤浪さんです。あー、満を持して守護神として登場しました。ここまで登板なしなんですよね。守護神を送るという展開にならなかったですから、スペックは100マイル出ないんだ藤浪さんって。マジで、でも球種多いね。ちょっとこれで頑張ります。打順はフランコからおいおい、フランコからだよ。だからゲームの藤浪さんは強いですから、行きましょう。よーし、ピッチング、ちょっとスプリット高め浮いて怖かったけど。ファーストメジャーリーグストライクアウト、ランディーランド。藤波さん、藤波さん、落ち着いて、藤波さん。よしよしよし、いいね、藤波さん。ナイスピッチング。さあ、ツーアウト。ヤンディ・ディアスね。ホームランないのが怖いよ、ここまで。危なかった。最後はラウレアードがしっかりと。よーし、よっしゃー勝ったよく勝ったなー。いや、もう今日はメインコンビラーでしょう彼にスピルは。よし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 、よっしゃ、初めてレイズにドローをつけました。6勝1敗です、レイズはこれで。よしよしよし、藤浪さんもメジャー初セーブおめでとう。ルカもヒット打ったしね。これな、でもこれだよね。いや、ちょっとアレンでね、後ろに下がりながら横行っちゃったんだよね。これでこのタイミングだったらさ、もっとこう前でこう横で逆シングルさばきができてれば、ノーヒッターだったかもしれないね。まあ、ただその後ね、しっかりとジャクソンだったよね、ゲッツーに取ったりしましたし、これね、4月の頭なのに死力を尽くした戦いですから最後はラウレアーノが、今日好プレーのラウレアーノがね、さばいて、ああ、いいね、よかったです。メイトミラー7回を6奪三振無失点、素晴らしい。ライナー野田もよく打ちましたね、これね、素晴らしかったよ。1点の取り方がだってもうもうなんていうの、野球の上手いチームの取り方だもんね。ライナー野田が出ました。で、あのルッカーがライトのね、ファールフライを犠牲フライにして三塁にして、でセス・ブラウンが内野ゴロってセス・ブラウンのタイプなら犠牲フライであってほしかったけど、内野ゴロ、これもまあ一つの勝ち方ですね。というところでありがとうございました。よーし、動画内なんと2連勝しかもエンゼルス VS 大谷さんとレイズですからね、これは自信になる。ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではバイバイ